ニットベイナゾウから1933年10月15日は日本の教育者、思想家。農業経済学、農学の研究も行っていた。国際連盟事務次長も務め、著書、武士道は流麗な英文で書かれ、長年読み続けられている。日本銀行券の D5000 円券の肖像としても知られる。東京女子大学初大学長。 東京女子経済専門学校初代校長。道のく国岩手郡森岡城下に、藩主、南部都市久の用人を務めた森岡藩主、ニ戸部十二郎の三男として生まれる。幼名は稲之助。ニ戸部家には西洋で作られたものが多くあり、この頃から稲之助は西洋への憧れを心に抱いたという。 やがて作人館に入り、その傍ら二戸部家のかかりつけの医者から英語を習う。祖父伝は、江戸で豪商として、材木業で成功し、再び森岡藩に戻り、幕末に創生した次男十次郎に代わって、二戸部家の家系を大いに助けた。稲之助は、巡行中に二戸部家で休息していた、明治天皇から、 不祖伝来の制業を次農業に勤しむべしという趣旨の言葉をかけられたことから農学を志すようになったという。作人館を出て間もない頃、東京で洋服店を営んでいたおじの太田樹瓶から東京で勉強させてはどうかという内容の手紙が届き、新しい学問を求めて東京へと旅立つ。この時、名を稲造と改めた。状況後は、 おじの養子となって、大体謎として、英語学校で英語を学んだ。翌年には、元森岡藩主である、南部都市里が経営する、教官義塾に入学して寄宿舎に入るが、授業があまりにも退屈なために抜け出すことが多かったという。この日頃の不真面目さが原因で、おじからは、次第に信用されなくなっていった。そのため、 自分の小遣いで手袋を買ったにもかかわらず、店の金を持ち出したと疑われることもあったという。その一件があった後は、信頼を回復しようと稲造は、人が変わったように勉強に励むようになった。13歳になった頃、できたばかりの東京英語学校に入学した。ここで稲造は、同じ南部出身で、後の北海道帝国大初代総長となる。 佐藤紹介と信仰を持つようになり、暇を見つけては、互いのことを語るようになる。この頃から稲造は、自分の将来について真剣に考えるようになり、その後、農学の道に進むことを決意した。内村勘蔵宮部金吾と共に、札幌の学校時代15歳になった1877年9月になると、当時国内で唯一学士号を授与する。 高等教育機関であった札幌農学校の2期生として入学した。農学校創立時に副校長として1年契約で赴任した少年よ大使をいだけの名言で有名なウィリアム・クラーク博士はすでに米国へ帰国しており、ニットベたちの2期生とは入れ違いであった。在学中、札幌岡玉事件が発生し、加害獣である巨ヒグマの解剖をした。 稲蔵は祖父たち同様、かなり熱い甲骨感であった。ある日のこと、学校の食堂に、張り紙が貼られ、右の者、学費滞納に月下急速やかに学費を払うべしとして、稲蔵の名前があった。その時稲蔵は、俺の生き方をこんな髪切れで決められてたまるかと叫び、収目の前にもかかわらず、その髪を破り捨ててしまい。 大学の一歩手前まで追い詰められるが、友人たちの必死の嘆願により、何とか大学は免れる。他にも、教授と論争になれば、熱くなって、殴り合いになることもあり、アクチーブというあだ名をつけられた。クラークは一期生に対して、倫理学の授業として、聖書を講じ、その影響で一期生ほぼ全員が、キリスト教に入信していた。 二期生も入学早々一期生たちの電動総攻撃に合い続々と入信し始め、一人一人、クラークが残していったイエスを信ずる者の制約に署名していった。脳学校入学前からキリスト教に興味を持ち、自分の英語版聖書まで持ち込んでいた稲造は早速、署名した。後日、同期の内村肝三、宮部金吾、広井佐村と共に、 箱館に駐在していたメソジスト系の宣教師、メリマン・ハリスから洗礼を受けた。クリスチャンネームは、パウロであった。この時に、キリスト教に深い感銘を受け、のめり込んでいく。学校で喧嘩が発生した際、キリストは争ってはならないと言ったと仲裁に入ったり、友人たちから議論の参加を呼びかけられても、そんなことより聖書を読みたまえ。聖書には、 真理が書かれていると、数と聖書を読みふけったりするなど、入学当初とは似ても似つかない姿に変貌していった。その頃のあだ名は、文句で、友人の内村肝蔵等が、これでは、奴のことを、アクチーブと言えないなといろいろと考えた末に決めた、あだ名である。この頃から稲蔵は、視力が悪化し、メガネをかけるようになったが、やがて眼病を患い、それが悪化して、 勉強への焦りからうつ病までもを患ってしまう。数日後、病気を知った母から手紙が送られてきて、1880年7月に森岡へと帰るが、母は3日前に息を引き取っていた。それは稲造にとってあまりにも大きすぎる悲しみであったがため、うつ病がさらに悪化してしまった。その後、 母の死を知った内村肝臓からの激励の手紙によって立ち直り、病気の治療のために東京へ出る。その後、洗礼を授けたハリスと横浜にて再会し、トーマス・カーライルの衣服哲学という一冊の本を譲り受ける。この本は稲造の鬱病を完全に克服し、やがては稲造の愛読書となり、生涯に幾度となく読み返した。 谷崎純一郎とニットベイナの学校卒業後は国策により、旧友たちと共に上級管理として北海道庁に採用され畑の作物を食い散らすイナゴの異常発生の対策の研究等をしていた。その後、創立後間もない帝国大学に進学。しかし当時の農学校に比べ帝国大学の研究レベルの低さに失望したため退学した。 1884年、太平洋の架け橋になりたいと米国に、私費留学し、ジョンズ・ホプキンス大学に入学した。この頃までに稲造は、伝統的なキリスト教信仰に会議的になっており、クエーカー派の集会に通い始め、正式に会員となった。クエーカーたちとの信仰を通して、後に妻となるメアリー・エルキントンと出会う。米国の墓地で、 日本についての講演をした際に、聴衆の一人であったメアリー・エルキントンガイナ像を見染めて告白をしたという。その後札幌の学校助教授に任命され、ジョンズ・ホプキンス大学を中途退学して、ンピでドイツへ留学。ボン大学などで調校した後、ハレ大学より農業経済学の博士号を得る。その行きさつとして、米国留学にて農業を、 経済学と結びつけて考える必要を感じた。稲造は、独学で、社会科学を学び新たな学問を創設しようと、試みたのであるが、ドイツ留学にて、農政学がすでにゴルツやブッヘンベルガーにより創始、されていたことを知った。この間、女学雑誌に、ドイツから、女性の摂取すべき栄養や、化成学についての寄稿を行っている。 きっと、アメリカで、メアリーと結婚して、1891年に帰国し、教授として、札幌農学校に赴任する。この間、ニトベの最初の著作、日米通行誌が、ジョンズ・ホプキンス大学から出版され、同校より名誉学士号を得た。だが、札幌時代に、夫婦とも体調を崩し、農学校を休職して、米国西海岸のカリフォルニア州で、 天地を要した。この間に、名著、武士道を英文で書き上げた。日清戦争の勝利などで日本及び日本人に対する関心が高まっていた時期であり、1900年に武士道の初版が刊行されると、やがてドイツ語、フランス語など各国語に訳されベストセラーとなり、セオドアルーズベルト大統領らに大きな感銘を与えた。日本語訳の出版は、 日露戦争後の1908年のことであった。日戸部の武士道は読み継がれ、21世紀に入っても解題書が出版され続けている。台湾総督府の民政長官となった同郷の後藤、新兵より1899年から2年越しの招兵を受け、1901年に農学校を辞職して台湾総督府の義士に任命された。 不妊を壊れた時、1日1時間の昼寝を不妊条件とした。民政局食産課長、さらに食産局長を心得、臨時台湾東部局長となり、小玉玄太郎総督に、東京改良意見書を提出し、台湾における東洋発展の基礎を築くことに貢献した。台湾東洋博物館には、台湾座頭の父として、ニットベの胸像が置かれている。 その後、1903年には、京都帝国大学法科大学教授を兼ね、台湾での実績をもとに植民政策を講じた。1906年、京都帝国大学より、植民政策の論文で、法学博士の学位も受けた。同年、牧野信明文章の意向で、日露戦争後の日本のリーダー育成にふさわしい人物として、ニトベは、 東京帝国大学法科大学教授との兼任で第一高等学校校長となった。それまでの東洋的文化色が強かった動向に西洋色を取り入れようと努めた。愛読書でもあるトーマス・カーライルの異服哲学の読書を学生に進めるなどした。その新たな学風作りの試みは河合英二郎などに影響を与えた。 1911から1912年、日米交換教授の制度創設により、アメリカで日本理解の講義を行うため、渡米。帰国後、健康を害したこともあって、1913年に一、高校長を辞職。東京植民防疫語学高校長、拓殖大学学官、東京女子大学学長などを歴任。その他、津田梅子の津田塾に対しても、 顧問を務めており、津田なき後の学園の方針を決定する集会は、ニトベタクで開かれた。1909年、ニトベの提唱で、郷土会が発足した。自主的な制約のない立場から、各地の郷土の制度、監修、民間伝承などの事象を研究し調査することを、主眼とした。メンバーとして、柳田国を草野俊介、小佐竹竹 この竹を石黒忠厚、牧口常三郎、中山太郎、前田多門らが加入していた。1920年の国際連盟設立に際して、教育者で武士道の著者として、国際的に巧妙なニトベが事務次長の一人に選ばれた。ニトベは当時、東京帝国大学経済学部で、植民政策を担当していたが辞職し、公認に、 柳原忠夫が選ばれる。ニットベラは国際連盟の規約に人種的差別撤廃提案をして過半数の支持を集めるも議長を務めたアメリカのウィルソン大統領の意向により否決されている。エスペランティストとしても知られ、1921年には国際連盟の総会でエスペラントを作業後にする決議案に賛同した。しかしフランスの反対に合い、 結局実現しなかった。同年、バルト海のオーランド諸島貴族問題の解決に尽力した。1926年、7年間務めた事務次長を退任した。1928年、札幌農学校の愛弟子であった森本幸吉が創立した東京女子経済専門学校の初代校長に就任。1929年、学官を務めた。 卓職大学から名誉教授号を受ける。札幌農学校時代の仲間と共にメリマンハリスの参り。1928年1932年第1次上海事変勃発直後の2月4日に講演のため訪れた愛媛県松山市で地元新聞記者を前にオフレコで語った近頃毎朝起きて新聞を見ると思わず暗い気持ちになってしまう。 我が国を滅ぼす者は共産党か軍閥である。そのどちらが怖いかと問われたら、今では軍閥と答えねばなるまい。軍閥が極度に軍国主義を発揮すると、それにつれて共産党はその反動でますます勢いを増すだろう。共産主義思想はこのままでは、全自広がるであろう。国際連盟が認識不足だというのかだが、一体誰が、 国際連盟を認識不足にしたのか国際連盟の認識不足ということは連盟本部が遠く離れているのだからそれはあるだろう。しかし日本としては当然国際連盟に十分認識せしめる手段を講ずべきではなかったか上海事件に関する当局の声明はすべて三百代こと的という他はない。私は満州事変については 我らの態度は当然のことと思う。しかし、上海事件に対しては正当防衛とは申しかねる。シナがまず発砲したというのかだから、三百代こととしか思えぬというのだ。との発言が新聞史上に取り上げられた。当時、日本の海軍省によって、日本側からの先制攻撃ではなかったとの発表が、なされていたこともあり、軍部や、 在京軍人会や新聞トーマスメディアから激しい非難を買い、多くの友人や弟子たちも去る。同年、反日感情を緩和するため、アメリカに渡り、日本の立場を訴えるが、満州国建国と時期が重なったこともあって、ニトベは、軍部の代弁に来たのか、とアメリカの友人から反発を受け、失意の日々だった。翌1933年、日本が、 国際連盟脱退を表明。その年の秋、カナダのバンフで開かれた太平洋問題調査会会議に日本代表団団長として出席するためは確かした。会議終了後、当時国際校のあった西岸ビクトリアで倒れ、入院。病名は出血性水臓炎であった。10月15日に回復手術が行われるが容体が急変し、 午後8時30分にそのまま帰らぬ人となった。去年72。ニットベイナゾと妻、メアリー・キリスト教徒として知られ、一校の教職にある時、自分の学生たちに札幌農学校の同期生、内村肝臓の聖書研究会を紹介したエピソードもある。その時のメンバーから柳原忠夫、高木屋坂、南原茂、宇佐美武、前田多文。 藤井武史、塚本虎字、河合堂などの著名な教育者、政治家、聖書学者らを輩出した。非常に交流の幅が広い人物で、著作の一つ、偉人群像には、伊藤博文や勝ツ太郎、野木マレスケラなどとのエピソードも書かれている。エリザシドモアラ日本研究で訪日した、外国人とも深い交流がある。 妻メアリー・エルキントン1891年にアメリカ人女性メアリー・エルキントンとフィラデルフィアで結婚している。二人の間には延役という長男が生まれたが生後8日で溶接している。養子に高尾がいる。メアリーは夫に遅れること5年後の1938年9月23日療養していた軽井沢の別荘で死去した。祖父の二戸別は 幕末期に荒れ地だった森岡半領の北部、三本、木原で灌え用水路、稲尾川の掘削事業を成功させ、稲造の父、十二郎はそれを補佐し産業開発も行った。連は、江戸で、材木業を営み成功するといった才能もあった。この三本木原の総合開発事業は、三戸家三代にわたって行われ、戸和田市発展の礎となっている。検証のため、 第二次世界大戦後、戸和田市立、ニトベ記念館が開設された。このように、ニトベ家は稲蔵だけでなく蓮をはじめとした英才を、排出していたが、必ずしも恵まれた境遇ではなかった。稲蔵の曽祖,祖父で、標法学者だった、ニトベ痛みは、藩の方針に反対して僻地へ流され、祖父、伝えも、藩の重役への還元癖から昇進が遅く、 御用人にまで登り詰めた父、十二郎も、また藩の財政立て直しに奔走したことが裏目に出て、失去平門となり、その失意のあまり病没している。また、重邸に、昆虫学者のニトベイがいるが、三十一歳で、創生している。生誕の地である、森岡市と、隠しした、ビクトリア市は、ニトベが縁となって、現在姉妹都市となっている。 1984年11月1日に発行された5000円紙幣 d 号券の肖像に採用された。武士土、雑ル・オ部ジャパニー海外にも様々な出版社から審判再刊されている。ありがとうございます。